で米ぬかが出るんですけど、ぬか漬けとか作っている人はぬか床用に取っておいたり再利用することができます。これはオーガニックのキヌアです。でこちらはアマランサス、これも少し混ぜます。では、さわらのおひつです。で、ここに。Thank you.